ミクラが高い防艦は日本海軍が第二次世界大戦において運用した海防艦。主に南方航路の戦乱護衛に用いられた。公式には、機構時は、オツが高い防艦に分類されたが、平が高い防艦、超が高い防艦の建造決定後は高型に分類が変更されている。基本計画番号は E20。 1943年から1944年にかけて同系艦8隻が収益している。エトルフ型解剖艦をさらに改め設計し、より汎用的な護衛艦としたもの。エトルフ型では、占い守る型解剖艦からの名残であった暖房用の補助艦があったが、それは廃止されている。武装は、戦団護衛向けに大幅な変更が行われている。 エトロフ型と比較し、手法は、弊社法から広角法に、爆雷搭載数も36個から120個に増やされている。爆雷搭射機も2機に増やされている。爆雷数が増加した代わりに、航続距離は大幅に減少し、16ノットで5000回りである。ミクラ型は、エトロフ型よりも、対戦、対空武装が強化されたことは、評価されているが、 一隻あたりの建造期間は、平均9ヶ月と、まだ量産性は低いものであった。建造は、完成本部式のもと、東山孝一海軍技術中佐、宇尾住淳二海軍少佐、日本交換鶴見造船所技師の石井、都市尾海軍注意を中心に進められ、同系解剖艦のほとんどは、日本交換鶴見造船所において建造されることになった。 1942年2月14日、丸9計画で第310号艦型として建造予定だった艦のうち、未木交換で設計変更が間に合った16隻から基本計画番号 E20 に従って建造されることになった。当初は仮称艦名第322号艦型として建造する予定だったが、建造予定を繰り上げて、 火唱艦名第320号艦型に改められた。うち1943年7月5日の解剖艦改めおつ型の設計完了により発石が解剖艦改めおつ型として建造されることになる。ありがとうございます。